はじめまして、どうも、鳥と申します。港出身です。よろしくお願いします。よろしく。じゃあ早速行きましょう。行きましょう。伊勢のロースです。はい、はい、何にしたの？え、一応ね、普通のすき焼き。でも伊勢ロース、うん、伊勢ロースでサーロインっていう違う部位の牛肉に少し変更した2種類。でも楽しみだ。ジムに行ったきたからもうタンパク質高クオリティなプロテインが来るから多分人生初めてすき焼きは人生初めてですけど、うん、いや本当ちょっとそれにびっくり、ね、だって日本に来て結構経つでしょ。もう6年もいるのにすき焼き初めて。あ、ちょっと自分もびっくりなんですよ。いやもうこれやらせじゃないからね。本当に、ま、全くやらせじゃない。結構さ、日本食食べてない外国人って多くて、いやもうないね、長く住んでてもさ、ないチャンネルちょっと見させていただいたんですけど、うんうん、ほとんど私も売ってないんですよ。あのうなぎぐらい、すき焼きとかもなんか定番のやつもないの。しゃぶしゃぶとかはある。しゃぶしゃぶある。しゃぶある、うん、あの親が来た時に渋谷のキャッチのお兄さんにキャッチに捕まっちゃったんだ。捕まっちゃった。うん、すごいそこは美味しかったから、うん、すごい良かった。だからすき焼きが、すき焼きはね、食べなきゃ絶対損する。乾杯。乾杯。お疲れ様です。あ、うまい。あ、これ最高。え、じゃあ日本食はあんまりトライしないっていう感じ？寿司とかは？寿司はもちろん。もちろん、ね、寿司ローとか、なんかそういうあの回転寿司。回転系のね。天ぷらとか。天ぷらもない。え？ない。あ、本当にもなんか、なんだろう、弥生県とかのある天ぷら。まあ定食屋さんに行った。そうそう、本当にそう、定食だけ。そうなんだ。そう。なんかまだ3つの世界が今ね、もう目の前に、うん、なんか結構いろんなものにトライしそうな感じはするけど、あ、でもトライしたいんだけど、なんか自分から行こうとは思わないタイプかな。なんかもう誘ってもらえたらもう行くんだけど、はい、こちら先付けでございます、はい、左からもじゅくす、真ん中がひじきのごま和え、はい、白いものがですね、紅生姜入りの伊勢八平でございます。はい、いただきます。え、どっちから行く？こっちから。もうさっから行こうか。あ、絶対美味しいよ、絶対美味しい。あ、美味しい。あ、美味しい。もう健康にいいですから。あ、めっちゃ美味しい、うん、さっぱり。これもスーパーとかも違うね。これ何だっけ、ひじき？ひじきって海藻？海藻、いただきます。一気にいた。めっちゃうまい。マジで？めっちゃ美味しい。今超感動してるんだけど。ひじきにそこまで感動するって。いやでももうびっくりした。今ごまがすごい入ってる。そう、ごまの香りがすごい。うわ、もうこれもう めっちゃ口の中にうわーごまーってなる。じゃあもう鳥の大好きなはんぺん。あ、めっちゃいい匂いする。ん、うん、生姜の紅生姜。紅生姜大好き。もうなんか海にいる感じ。よし、サラダ。うんうん、あ、美味しい。フレッシュ。フレッシュ。あ、幸せ。めっちゃワクワクしてるよ。まだ来ない。もうちょい。来ないか。失礼します。なんか来た。開きの準備させていただきます。ありがとうございます。さあ、召し上がれ。イメージ。イメージトレーニング。いっぱい来ました。卵と醤油と砂糖。うん？コンフューズ。コンフューズ。今コンフューズ。最初でも焼く。焼肉？最初焼く。焼いた後にこれを入れて、おで砂糖をちょっとずつ入れていくみたいな。まあ。肉に砂糖？卵が大好き。卵かけご飯。TKG。大好き。前の仕事でたまちゃんって呼ばれたから、卵が大好きすぎて、もう毎朝とかも卵1個食べたんだ。日本でしか食べれないからね、生卵で。そう、
海外ないじゃん。いやもう絶対ない。でもそれもお母さんとお父さんが日本に来た時にかきご飯もうやろ二人も、ね、無理でしょ。あ、美味しい美味しい美味しい。でもやっぱそういう海外ではそういう本当にそういう食事がないからちょっとね抵抗がある。あ、それはそうだよね、うん、ある。俺らは見てるだけでやってもらうと思う。あ、いや、そうなの。あ、ショーが始まるはず。ショーが始まる。おおすごい。あ、すごい。お焼きします。こっちのすごい、すごい、すご最上級のタンパク質。やば、びっくりした今。うわお、足元失礼。あ、すいません。あ、そう、これよだれが上にございます。こちらの2枚ですね、はい、肩ロース使いました。ロースのお肉でございます、はい、下がサーロインですか。下がそうです。違いますねこれチーズ。チーズ、え、嘘嘘マジだよね油で、油でしょ。びっくりした。でも一瞬騙されそうだなすごい。うわ、すげえすげえすげえ。はい、いけい。オーマイガード。うわ、すごい。こっちにすごい。これ、匂いが匂いすごい。すごいね。ありがとうございます。お願いいたします。あららららら、お待たせいたしました。うわ、いいの。野菜とかはどのタイミングで。こちらでお焼きいたします。 あ、ありがとうございます。え、焼いてやる間にお召し上がりいただければ。いいの。白滝、白滝大好き。 OK。 ちょっと待って、怖い、怖い、はい、いきます。いただきます。テンションマックス。めっちゃブワーって叫びたいけど遠慮しまオーマイガード。え、なんでこんなに美味しいの。ちょっと待って、え、ちょっともう、もう一口でいきたいんですけど。ちゃってよ。オッケー、一口、オッケーです、カモン。ちょっと泣いちゃいそう。日本6年目にして初めてのすき焼き。初めてのすき焼き、すごいな。そうしたら、え、6年いて、すき焼き食べますよね。食べますよね。食べてみて。食べやっぱ、いや、やばい。え、もうガブッといきます。ちょっと涙くんぬるのよ。なんか違うとこ行ってたよ。ほんとに、もうちょっと天国行っちゃった。はい、ただいま。危なかった、今。危なかった、本当に危なかった。天使になった。天使になっちゃいそうだった。このお姉さんの天使。いやもう、天使。本当ですか。本当です。え、これも卵に。あ、それも、うん、わ、絶対美味しいよ。うわ、卵はソースみたいなもんだから。で、確かに。で、やっぱその醤油、醤油っていうかこの割り下がすごい濃いから、うん、そうですね。そう、卵に入れることでマイルドになる。あ、確かに、あのお肉がもうすごい卵とハグしてたね。そうそうそう、ハグしてた。これ鳥だけどね、牛と鳥がハグしてくる。ダブ来た来た。オーマイガード、オーマイガード、オーマイガード。これサーロインだね。サーロインだね。ちなみにサーロインはどこの部位ですか。サーロインになりますとですね、肩もこちらも、はいはい、ここのお腹のですね、あ、ちょうど中心の部位。全然違ったね。醤油がいい感じに味があるから。そうですね、やっぱちょっと、ちょっと 生っぽいわ。あ、そうだね、うん、若干レア気味でいきたいです。これは何牛って言うんですか。伊勢牛でございます。皆さんご存知の松坂様に、松坂そうだよね、こちらのルーツとなったお肉となっております。これはやばいでしょ。これはやばい、これは
ウマンティー人参いきます。白滝やば、こんな美味しい人参初めて食べたかも。ちょっとじゃあネギもいただきます。ハンバーガーらしでございます。あ、そういうこと？ちょっと待ってね、もうこれもうちょっと今もっと複雑になった、コンフューズって。どうすればいいですか？これはもう肉とかと一緒に食べればいい。一緒に食べてもいい？ちょっと待って、じゃあまあちょっと肉を食べよう。肉食べましょう。サーロイン。でもなんか、なんか でっかい、まあ、あのね、じゃあこっちに卵をディップし て上に持っていくと、持っていくと牛丼みたいになっちゃう。あで牛丼も高級牛丼になっちゃいます。あ、でもこれなんかでっかいな。でも噛みちぎれると思う。ほんとに、うん、オッケー。でもご飯と一緒にも行きたい。食べてからご飯、食べてからご飯、オッケー、行きます。じゃあサーロイン、カモン。柔らかすぎて溶けるマジで。オッケーオッケー、やばい、神神。あの一流の芸能人なんかあるじゃん、あの1日にやる番組なんだけど、なんかお肉が溶けるって、なんかもう初めてそれ知った感じ。うまい、これすごっ。この肉やばいね。えぐい。あの今ね、もうここがめっちゃ喜んでる。喜んでる。めっちゃうまい。ちょっと玉ねぎからリップしてのっけて。あ、これ絶対美味しい。いけるかな。あのさよなら。一緒に行きます。一緒に。ちょっと待って、もうアイディアが生まれてきましたね。これは俺もすき焼きいっぱい食べてきたけど、本当にすごい美味しい。マジ？めちゃめちゃ美味しい。もうびっくりする。肉が本当に違うレベルだね。もう食べたことない肉だな。おっしょ。あ、ちょっと待って、でもなんか切りたいんだよね。いきます、お母さん、産んでくれてありがとうございます。こんな美味しいもの食べるも幸せ。ちょっと今回あれだな、うん、反応がすごくて、ね、結構もうこれもうやらせじゃないってみんな結構言ってるのに、これもう感情、もう自然のまま、本当にもう思ってることがもう表現して、もう言葉が出ないくらい。じゃあちょっとこの肉ちゃん、肉ちゃんいっちゃってよ。いっちゃっていいかな。いいっすよ、いっちゃます、うん、最後のラスト、最後のラスト肉。うわ、やばいやばい、やばいことになってる。溶けるね。やっと落ち着いた。やっと落ち着いた。もう肉でテンションマックスだったけど。マックス。もうでもやっぱり落ち着くよね。お味噌汁だと。そうだね。もうゆっくりとこう一口をこう。はぁって感じ。いや、どうでしょうか。もう心もいっぱい、お腹もいっぱいで幸せ。もう人生初めてのすき焼きなんだけど、この塩。ちなみに言うと、はい、マスク取るのもいいけど、うん、あのエプロン忘れてます。ごめんね、帰りまーす。やばい。あえて言わなかったけども、やっぱまあまあすき焼きの幸せ の証拠。匂いが残ってるかもしれない、あのすき焼きの。喜んでくれてよかったよ。ありがとうございます。キートス。じゃあお疲れ。お疲れ様です。またね。